はい、どうも。海をですね、後にしまして、今、虹のまつばらないを歩いておりますが、行けども行けどもなかなか、唐津の方にはたどり着けません。めちゃくちゃ遠い。そう、半分行くだけでもね、虹のまつばら駅からね、だいぶ経ったんです。経ったというか、まあ、だいぶかかったんですけどね。まあ、多分同じくらいかかるんですかね。って考えると20分ぐらい。歩くんでしょうかね、今から。めっちゃ怖い。あとね、歩くとこじゃない、絶対。めっちゃ怖いんですよ。もう歩道とかね、めっちゃ狭くて、もうほとんど道がない。そう、だからすごくね、皆さん、避けてくれるんですけど、でも避けすぎると、対向車線もいるので、あんまり避けれないから、めっちゃ怖いっす。めちゃめちゃ怖いです。しんどい。やっぱね、荷物持って歩くのって大変。でも、すごくしんどいですけど、富士山に比べたら多分ね、しんどくないと思うんですよ。全然マシだと思うんで、まあ、富士山を登る練習と思って、どしどしと。登っていきたいと思います。ちょうどね、足場がすごくちょっと待って、道ないわ。これ大丈夫かな、歩いていいんかな。道ない、完全に完全にもうね、もうほぼほぼない、歩道がない。これ歩いてダメなんじゃないのこれ。あー、やばいな、これはもう歩けん。もうこれですよ、もう線イコール線の上を歩くような形でございます。はい、そう、車の人がかわいそうにと思って拾おうにもなかなかもう止めれる状況ではありませんので、もう歩くしかないという状況でございます。はあ、何もね、もうお店すらもなくなってしまいました。すごいですね、すごい街でございます。まあ、もちろんタクシーも通るわけでもないですし、まあ、とりあえずちょっと頑張って歩いて、早く唐津駅まで向かいたいと思います。すごいね、シャレオツなバーガー屋さんがあったんで、そう、お店じゃなくて、お店っていうか、その店舗じゃなくて、すごい虹の松原の中にそうあって、そう、すごい良さげだからここで買ってみた。どんなバーガーか楽しめるね。そう、初めて食べる。一応中身は知ってるんですけど、でも味はね、味わかんないから、すごい楽しみでございます。あ、はい、はーい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来たすっげー美味しそう。写真撮りたい。来た、見せて。あれ、俺アンドロイドどこにあった。あれ、俺アンドロイドどこにあった。見せて、ちょっと待って、これ。あ、めっちゃいい匂いする。おいらの何ドルイってどこ行った。あった。超うまそうなんだけど。やべえよ。唐津城のあれも書いてる。はい、ドーン。ほら、超美味しそう。食べよう。ほら、すごい、なんかいい感じ。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂い。某マクド、ふーん。とは全然違う匂いがする。熱い。すごい。レーターがすごい。こんな感じ。中身はね、すごい、外カリカリ。焼きたて、外カリカリ。熱い。なんかね、卵とハムとパティが入ってます。うわ、うまそうや。M となると違う。重さ、野菜はレタスだけだね。出来たて美味しいだろうで。野菜はレタスだけで、出来たて、絶対美味しい。でも、外ね、カリカリ。いただきます。普通にうまい。
うん、マジで。ほんまにうまそう。 WWWW ペプシこれ130円ですよ。なんと良心的な、なんと良心的な。ペプシ普通に130円っていう。あのね、この雰囲気もめっちゃいい、マジで。この雰囲気もね、雰囲気もやばいの。それでいくらなん？バーガーもね、スペシャルバーガーで490円。全然いいよ。全然。良心的。こんなん東京になったら800円ぐらい買われるよ。パンが美味しいの。パンが美味しい。チーズ巻いてはチーズ。でもね、めっちゃね、めっちゃお客さん来てるの。ずーっとひっきりなしにお客さん来てるから、車で。車で来るとかだけどね、ここね。車で来るとかなんだけど、俺だけ徒歩。さてさて、そろそろ行きますか。ちょっと時間なくなってたね。あ、美味しゅうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ行きますか。あ、ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ出発進行。今この辺ですね。今この辺りにいております。そして、ここにエレベーターがあり、すぐに登れるんですね。であと38分後にバスが来るんですけれども、多分無理かな。往復38分無理かな。あ、帰りはエレベーターで帰ってきたいんか。帰りはエレベーターで降りてきたらいいってことか。なるほどね。だからここから階段で登ってピャーって行って、で帰りはこのエレベーターで降りてくると。ね。それで30分で行けるかな。さあ、行ってみますか。それで。さてさて、この階段をですね、行きたいと思います。よいしょ。ちょっと拡張レンズつけた方がいいかな。まあ、富士山をね、仮想富士山ということで、まあ、頑張って、ね、これぐらい軽く登れんと、富士山なんて登れませんから。あ、すごい。セミンが鳴いておりますよ。結構意外と高い、すでにまあまあ高い。よいしょ、急がなければ。今日長崎まで絶対行かれへんやろ。絶対無理だわ。惜しい。ちょっと待って。いやもう無理だって。登れんて。誰もいなくなっちゃった。足が。まあ言うてもね、さっきだいぶ歩いてきましたからね。そう。西の松原を歩いてきましたんで、もうだいぶ歩けば歩きております。いや、登れんて。ああ、しんどい。いや、もう、結構歩きましたからね。虹の、何でしたっけ。ああ、しんどい。登らない。あ、改装工事してる。入れるのかな。あ、来た。来ました。カラス城来た。ちょ、写真撮っていいですか。写真撮りたい。ちょっと待ってください。写真撮ります。カラス城でございます。めっちゃ天気いい。意外と普通にサクッと登れた。あ、道ないやん、ここ。え、違うの？え？何？え？ここから登れん？え？ここから登れんってか。ここから、え？おかしいな。登れるかなと思った。唐津城、すごい、素晴らしい。はい、唐津城、来ました。そう、たまたまね、歩いてて、松原歩いてて、で、まあ、もう限界だと。地図で調べたら、唐津城遠すぎるってなって、もう諦めかけたんですよ。で、近くにホテルがあって、で、あ、じゃあホテルでタクシー借りようと思って、タクシーに乗ろうと思ってホテル行ったらね、タクシーいないんですよ、タクシー。
で、なんでタクシーいないかっていうと、そりゃそうなんですよ。ああいうところはね、タクシーとかで来るもんじゃなくて、車で来るんですよね。そう、車で来るから、ないんですよ。ないんですよ、そういう、なんていうのかな、タクシーが。で、どうしようってなって、うわぁ、もう歩いていかないかんわと思ったら、たまたまバス停を見つけて、バス停を見つけたんですよ。で、うわ、バスあるじゃんと思って、で、よく見たら、なんか市内周回バスみたいなの書いてて、うわぁと思って。ほんで、ね、時間見たらさ、もう1分ぐらいで来るってなってて、よっしゃーと思ったらもうバス来て、で、サクッと乗ったら、唐津城行くじゃんってなって、みんなもあっという間にサクッと唐津城来てしまいまして、で、もう行っちゃうみたい。もう行っちゃうみたい。時間押してるけど行っちゃうみたいなことで、ね、来ちゃいました。来ちゃいました。そう。私、唐津城来ちゃいました。うん。素晴らしい景色ね。これは唐津市内って言ったらいいんですかね。唐津市内なんでしょうか。あ、いい風、いい風、気持ちいい。でもね、一人っす。ここでも一人っす。あ、超綺麗。やばい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 。こんなことしてて時間あるんかな。すごくないですかこれ。素晴らしい景色でございます。じゃあ登りますか。あれ、入場料無料なんかな、これ。なんか受け付けなさそう。え、どうなる。あ、いるよね絶対ね、入場料。もし入場料がいりそうだったらちょっと切りますね。うん、さすがに有料は入れないのでダメですね。いりますわ。ではでは、また後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。これですよ。電波、ラミングの爆睡と、あ、ちょっと買いましょう。